Time. Close your eyes and back.
Thank you.
スーパースリーの皆さんです。どうも。どうも。お疲れ様です。今日の出来はどうでしたか？一人ずつ。はい、どうぞ。ここに来るまでに疲れました。よくわかんない。はい、ちょっとね、電車が人身事故があったんで、車でビビりました。うん、まあでもとりあえず、キャッチミーが失敗したけど、あと他はバインガード見てください。いや、失敗しました。バインガードが今日覚えたばっかなんで。今日ご紹介すごかったね。人のこと言ってる。ちょっと間違えました。間違えました。まあそういう感じです。紹介しようか。なんか大阪の方にもビデオが出回ってるそうで、この人お約束で近い小林くん見てますか？よかったですね。入れときました。まあビデオが回ってるってことで、まあいいことですね。どこですもんね。デスジェニーどこだっけ？丸ビルとかデスジェニーに行ってるらしい小林くん。彼氏のなんかいろいろ真似事とかやってるらしいですけどね。頑張ってください。頑張ってください。なんかありますか？あと、あのパラパラの方説明してください。はい、パラパラの説明というと、あの男と女。何曲目かな、忘れたけど、真ん中ぐらい。4曲目のワンダーホワイ。真ん中の滝野くんが男をやってます、うん、男バージョンで、横の俺と、兄貴が兄貴やってますから、女バージョンもやってますんで、まあそこら辺の違いは、女の子は女バージョンでやって、男の子は男バージョンでやってもらえれば、なんかナンパかなんかしてやっつけちゃってください。なんか他にパラパラのことで何かありますか？キャッチミー、はい、キャッチミー、はい、じゃあ説明してください。キャッチミーの最初の A メロですか？ああいうふうにやるんだよ。 Hey you baby、 Hey you baby、 3人組で組んでぜひともやってください。行中っていうのは嘘です。え、よく言うよ。行中っていうのは嘘です。これは言います。肛門科によく言う。なんかねえかな。なんか他ありますか？パラパラのなんか曲で。他のパラパラの曲、まあないんだけど、とりあえずマハラじゃないと。マハラじゃないと。マハラじゃないと。どうです？マハラじゃないとは、ちょっといいですか？はい、どうぞ。最初の時を大阪を皆さん、いや、ちゃんとやってください。あれはポイントですね。ポイントです。あれが一番大切です。あれを考えて2時間かかりました。あとよろしくお願いします。あと重大発表。じゃあここで竹野君が重大発表。また始まりました。ちょっと放送やばいかもしれないんですけど、エイジ君は、ああ分かった、言うことが分かった。でかいです。馬乗りです。では、そうかな。浮かれてんだ。測ったら一緒だったな。セブンイレブンで測った。でかい。セブンイレブンで測ったじゃん。エイジ君は黒豆。重大発表をします。エイジ君はバイブが好きです。道具派バイブ派です。ローション派じゃん。ローションいつも持ってます。車の中にローション持ってます。車がマックスだったね。匂いはマックス。あとなんか大好きいいよね。俺は何もないの。無知。潔癖だもん。潔癖潔白だ。大好きベロ派だもんね。レロ派。タギのパンパー派。パンパン。ズコズコ派。まあいいや。なんか喋って言われるの。もっと入れて。それいいじゃん。終わり。うん。じゃあ彼氏スーパースリーの皆さんでした。パホパホだっけ。テレビもしかしたらパホパホっていう番組に3人が。彼氏スーパースリー。スーパースリーが名前変わったんです。スーパースリーです。あの俺はあの火災ジャッキーです。火災ジャッキーだからよくわかんないんですけど、うん、出るみたいで、もし横浜アキラ。あの横浜アキラです。見てください。まあ俺相変わらず滝のズラで。長野シェンです。長野シェンです。分かった。分かる人は笑ってください。分かる人は笑ってください。
疲れするスーパースリーの皆さんでした。どうもどうも。